はい、キンゴレクション、キンゴレね、16枚目は元オリックス竹原直隆のね、サインカードです。世にも珍しい左投げ右打ちね。今日本球界で言うとマクブルームぐらいしかいないね、左投げ右打ちのね、強打者です。はい、割とね、長打打てるバッターで、2軍ではね、すごい打っててね、2軍帝王になっちゃっててね、1軍でなかなか芽が出なかったんですが、2013-14 あたりにね、すごい打ち始めてね、40尻なんですがね。いやー、僕竹原好きでしたね。応援歌がまずかっこよかった。今ね、ラオウの応援歌になってますけど、ゴントンするいい草場でのろしをあげるってやつ。浜中竹原ラオウっすね、あれ確か。野球選手でもあり、彼ウルトラマンでもあるのでね、ウルトラマン竹原で検索すればいろいろ出てきます。オリックスがね、2014ソフトバンクと優勝争いをしているあの試合でですね、先発の大隣に唯一タイミングが合っていたのがこの竹原でした。竹原の前にランナーを置けばなんとか点が取れそうだったんですが、ディクソンも良かったんですけどね、あの年あの竹原が一番輝いておりました。